小田原城を攻める。わしに続け。王子の伊達政宗と聞いておったが、隙あらばいつ誰に攻め込まれようとおかしはない。世はまさに群雄割拠。もっともこの武田信玄、北条とはいずれ同盟をと思うておったのじゃがの。ならばなぜ攻めるのじゃ。年寄りを虐げる者はろくな死に方をせぬぞ。なぜわしをいたわらぬ。戦場に御大将の姿なきを見たゆえじゃ。多くの者が散ったぞ氏政。なんの北条家先祖代々の栄光はこの程度ではくすみもせん。ご先祖様の築いたこの城は誰にも渡さぬ。人こそが城、そなたのような主君に過ぎた兵たちであったことよ。ほざくがよいわ。武田信玄よ、伝説の忍び風魔小太郎の前に動かぬ山となるがいい。北条の意向の前に滅ぶのじゃ。残ったは物言わぬ傭兵のみか。どりゃの名にかけて貴様を倒す。北条氏政、その意気はよし。ご先祖様、この氏政に誓おう。先祖の亡霊を呼び寄せたか。せいや、西への栄えし光裏悲し過疎劇夢の明日もいずらん。